大変長らくお待たせいたしました。ただいまより2019シーズン奈良クラブ新チーム新ユニフォーム発表会を開催いたします。本日はお忙しい中、2019シーズン新チーム新ユニフォーム発表会にご来場いただき誠にありがとうございます。本日進行を務めさせていただきます奈良クラブフロントスタッフ上田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。それでは開催にあたりまして、株式会社奈良クラブ代表取締役副社長矢部次郎よりご挨拶を申し上げます。皆さんこんにちは。こんにちは。株式会社奈良クラブ副社長、NPO 法人、奈良クラブ理事長の矢部と申します。よろしくお願いします。ですね、2008年から、奈良クラブ始めまして、昨年2018年、10周年を迎えることができました。これも本当に、支えていただいた皆様のおかげだと思っています。2019シーズン皆さんご存知の通り大きな変革をクラブは決断しました。それもこの後いろいろ紹介するんですけども、もちろん J リーグ昇格するっていうことは一つの目標ではあります。ただその先にある50年100年続くクラブ、そこに向けて今から手をつけていかないといけないところもいっぱいあると思うので、そういうところをいろんな力を、たくさんの力を借りて、また作り上げて、より強い奈良クラブを作り上げていきたいなというふうに思っています。そうですね、昨日ちょうどアジアカップ決勝、カタールの強さ、皆さん感じたと思いますけれども、やっぱり15年ぐらい前からそういうことを作り上げた結果が今に至ったというふうなのは皆さんちょうど目にしたと思うので、それを奈良クラブも作り上げていきたいなと思っています。ちょうど似たような話が昨日の夜にあったので、ちょっとリンクしました。はい、今日は、皆さんも今回こういうような形で新体制発表というのをするのは初めてなんですけれども、皆様と一緒に楽しい時間を過ごせたらなと思います。この後トークセッション形式、僕も初めてなんですけど、そういう形だったり、新ユニフォームの発表、すごくいいものが出来上がっているので、またそれもお楽しみにいただければなと思います。はい、今日は一日よろしくお願いします。ありがとうございます。それではこれより2019シーズンを戦いますコーチングスタッフ並びに新加入選手をご紹介いたします。まずはじめにコーチングスタッフのご紹介をさせていただきます。ゼネラルマネージャー兼コーチ林真衣希。監督杉山浩一。コーチ菅原太郎。ゴールキーパーコーチ林正俊。トレーナー三木屋智明。また本日は欠席しておりますコーチ中込弘樹、トレーナー本田武史、トレーナー高塚秀樹、トレーナー谷川嗣俊。以上9名が2019シーズントップチームコーチングスタッフになります。コーチングスタッフの皆様ご講談をお願いいたします。大変長らくお待たせいたしました。これより2019シーズンより奈良クラブで戦います
新加入選手をご紹介いたしましょう。 J3 AC 長野パルスイールより加入、3番ディフェンダー津波雄太。こんにちは。どうも。はじめまして、長野から来ました津波雄太と申します。長野クラブを、J3 へ上げるために、お力添えさせていただけるということで、しっかり決意と、覚悟を持ってこの奈良に来ましたので、皆さんと共に戦えるように、魂込めて、毎日過ごすので、ぜひ今年よろしくお願いします。J3 藤枝前 FC より加入、5番ディフェンダー西村洋平。こんにちは。藤枝前 FC から、加入することになりました、西村洋平です。ポジションはディフェンダーで、左足でのフィードに、注目して見てもらいたいです。兵庫県出身なので久しぶりの関西に戻ってこられてすごいプレーできることを楽しみにしています。J3 昇格に貢献できるように頑張りますのでよろしくお願いします。J3 ブラウブリッツアキトより加入、8番ミッドフィルダー堀田修平。こんにちは。ブラウブリッツアキトから来た堀田修平です。ポジションはディフェンスとミッドフィルダーやってます。よろしくお願いします。J3 ブラウブリッツ秋田より加入、9番フォワードユーマ・マサヤ。こんにちは。ブラウブリッツ秋田から来ましたユーマ・マサヤです。このチームで、J3 昇格、そして個人としては、得点を目指してやっていきたいと思います。今シーズンよろしくお願いします。オーバーリーガーヒラルベルクハイムより加入、23番ゴールキーパー寺澤雄太。ドイツヒラルベルクハイムから加入しました寺澤雄太です。サッカーを変える、人を変える、奈良を変える、奈良クラブのビジョンのもと、365日、切磋琢磨してやっていきたいと思います。応援よろしくお願いします。大阪経済大学より加入、26番フォワード、島田拓海。こんにちは。新加入の島田拓です。ポジションはフォワードです。僕は奈良県出身ということで、点をたくさん取って奈良を盛り上げていけるようにしていきたいです。よろしくお願いします。J3 ギラワンツ北九州より加入、32番ディフェンダー有園慎吾。こんにちは。ギラバンツ北九州から加入しました有園慎吾です。J3 昇格、するだけでなく優勝するためにこの奈良に来ました。それなりの覚悟を持ってしっかり戦っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。関西学院大学より加入、42番ディフェンダー宇津木俊。関西学院大学から来ました宇津木俊です。目立つプレイヤーではないんですけども、誰よりも戦って、誰よりも走って、奈良クラブの J3 昇格に向けて、一生懸命頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。
背番号12でご紹介をさせていただきました。以上8名が今シーズンより新加入いたしました選手になります。今一度大きな拍手をお願いいたします。それではこのままフォトセッションに移らせていただきます。選手前の方にお願いいたします。神田中央お願いいたします。報道関係者の皆さん何かポーズ等ございましたら言っていただければ、はい、用意させていただきます。あ、そのままお伝えいただいて、はい、ポーズ、右手でガッツポーズお願いします明るく笑顔でお願いいたしますみなさん、お写真よろしかったでしょうか。大丈夫でしょうか。とお時間の都合上、次へ移らさせていただいてよろしかったでしょうかありがとうございました。それでは選手の皆さんもご講談していただきますようお願いいたします。セットの準備が整い次第、奈良クラブ矢部二郎、林真由紀、杉山浩一、以上3名によりますトークセッションを行います。今しばらくお待ちくださいませ。ここからは、トップチームの、今年の体制とあと強化、この頃いろんなことを話していけたらなと思いますので、よろしくお願いします。はい、はい、まずなぜ杉山監督を選んだのかというところなんですけれども、じゃあ早速林 GM シメオネスタイルで今日スーツもバッチリ決めてきたのでちょっと説明をお願いします。こんにちは。こんにちは。まあ杉山監督のいいところを挙げてたらですね3日ぐらい経っちゃうんで、まあパッと説明しますとですと、まず僕らはゲームモデルっていう奈良にずっと残るような奈良クラブがサッカーをこうやって解釈していくんだとか、サッカーをこういうふうに向き合うんだっていうものを一緒に作り上げられる監督さんっていうのをずっと探してまして、でそういう中で、杉山監督は本当にもう知識も知恵も経験もあり実績もあり、一つ目の G3 で優勝してたりとか、世界一の監督のグアルディオラっていう方がいるんですけども、グアルディオラの追っかけをやってたりとか、まあ本当にサッカー教というか、で学びと勇気っていう面でも、その奈良クラブの新しいビジョンっていう面で見ても、まあ、ものすごくマッチする監督だと思いましたので、ぜひよろしくお願いしますと
お願いしたんですけど、杉山監督はそもそもなんで奈良クラブをいいよって言ってくださったんですかね。まずはじめに今年監督をやらせていただきます。よろしくお願いします。ぶつけ本番会がすごいですね。リハーサルやってませんみたいな。はい、はじめに林真希が、秋田に来てくれました。それで林真希と、いろいろな話を何時間もしました。すごく僕自身楽しい時間で、ワクワクするような話がたくさんありました。その後、奈良クラブさんから、話をいただいて、伊丹空港まで飛行機で来て、中川社長と、矢部副社長と、林真希 GM と空港で3人で、話したのが僕にとっては大きくて、新しいことにトライするんだっていう話が本当にやりがいのある話で、ワクワクする話で、本当にもうその話で、僕の中では決めたと言っても過言じゃないぐらいの、そんな、なんかすごい3人がいい空気を、バランスのいい空気を出してるんですね。ぜひ一緒に仕事がしたいなと思ったのが一つ。もう一つは、僕はもともと関西の大阪の高槻市というところ出身なんですけれども、大学を出てから、サッカー選手として指導者として、関西では一度もやってないんですね。それで今回、この話をいただいて、自分が生まれ育った関西で、こう J リーグに、上がっていくっていう中で、何か力添えができるんじゃないか、いいタイミングじゃないかなと思って決断しました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね、まあ、僕から、僕は、まあ、まず林 GM を、に決めて、で林 GM に監督の、まあ、選定というところをこう依頼して中で、すごく2人は、まあ、本当に思い描いているサッカーがすごく似ているというか、であとそれ共通言語がすごくもうすでに会話が成り立っているような状態だったので、まあ、それはすごく仕事しやすいだろうなと思って、でぜひ来てほしいなと思ったんですけど、本当に、まあ念願というかね、思い通りな監督選定ができたっていうのはすごく良かったかなと思いましたね。はい、それがまず一番最初の仕事でしたね、林君のね。はい、最初で 最難関の仕事で、はい、杉山監督が来ていただいたので、僕の仕事はもう今年は半分以上終わったなと思って、もうちょっと仕事してください。はい、じゃあ次のテーマ、選手補強についてというところなんですけれども、まあ、幸いにして、まあ、時期はあまりこう公表できないというか、あまりできないんですけども、まあ、早い段階で、お返事もいただけたので、チームの、まあ、昨年のチームの映像とかもすごく見てもらう時間があったなというのがあって、その中で、まあ、3人で、話をしました。ただ昨年のまでの選手たちの、まあ、本当のなんていうんですかね、プレーは僕自身が一番、見ていたので、まあ、そこは責任を持って、いろんな決断をしました。まあ、その中で、新しい選手を補強していこう、というところで、まあ、ICGM まずじゃあどんな感じで進めていきました。はい、そうですね、既存の選手については矢部さん見ていただいて、僕はそのどういう選手を新しく補強するかっていうのを考えてたんですけども、まあ僕がどうしても欲しいって言っても、監督がいやそうでもないって言って使ってくれなきゃ話にならないので、僕がこうやって信頼して杉山監督お願いしますって言ってる以上、まずは杉山監督の意向に沿うのが一番だと思ってましたので、杉山監督の意向を聞いて、矢部さんから去年どうだったのっていう話を聞きながら、リストアップをして、で杉山監督がどうしてもっていう選手はじゃあどうしても取りに行きますみたいな感じで、やってきたんですけど、杉山監督はその辺はどうでした？僕は結構早く決まったので、矢部副社長と、林 GM と、いい話がたくさんできたなと思ってます。そういう意味で言ったら、じっくり吟味して、いろんなことが進められました。去年の奈良クラブの、試合を何試合か見ましたけど、去年も素晴らしいチームだったと思います。何が足りなくて、足りないところにどう補強したというよりは、
今シーズン2019年奈良クラブが優勝するために必要だと思えるメンバーをお願いしたつもりです。そういう意味では十分な補強ができたかなと僕は感じています。僕も、まあ、もうチームを指導して練習とか紅白戦とか見る限り本当に面白いチームになったなっていうのはすごい感じてて本当に楽しみです。毎日毎日が楽しいですし本当に色の濃いというか色のある選手たちが奈良クラブに来てくださった奈良クラブに来てくださったなと思ってもう毎日楽しみです。見るのが楽しいです。そうですね。僕自身は、あまり現場に、まだ1回ぐらいしか本当見に行けてないんですけどただその中で、明らかにこう練習の空気がピリッとした緊張感も生まれてますし徐々にそういうのが根付いていってるのかなというのは感じましたね。で選手たちもそこら辺すごく好感触であって、新たな競争もちろん J リーグに昇格するっていう今年の目標はありますけれどもその中で、レギュラー争いだったり、自分の成長だったりっていうところにはすごく意欲的に取り組んでくれているなというのが印象ですね。あとは幸い去年の主力がほとんど残ってくれてますし、そこに新たに、J リーグで経験のある選手若い大学生だったりも、加わってより、本当に誰が出場するのか僕も今現段階では分かんないんですけども頭悩ませる仕事がこれから来るんじゃないかなというふうに思ってます。はいはい。新チームのコンセプトということで、はい、今、ちょっと僕もちらっと紹介しましたけども、お二人どうですか。じゃあ、杉山さん。はい、はい、まずこのクラブで作っていきたいプレーモデルというのが、今バシッと全部あるわけではないですけれども、少しずつできつつあります。それは林GM 中心に進んでいます。それに基づいた、それから林 GM がヨーロッパで学んできた戦術的ピリオダイゼーション、というピリオダイゼーションに基づいたトレーニングを、進めています。僕ももともとその理論は、非常に気に入っていて、彼と会う前からも、自分でちょっと勉強をして、使っていたというところではあります。そんなところを意識しながら、やっぱりチーム全体が何か一つを選択したときに全員が同じ選択ができるような戦術があるないで言ったら戦術があるサッカーをしたいと思ってます。ただ戦術だけではないサッカーをしないと戦術だけでは勝てないと思いますし絶対に勝てる戦術というのはないと思ってますから相手があることですから戦術的ではあるけれども、球際をしっかり戦うとか最後まで諦めないとかそういう細かなところを大事にしていくというようなことをやっていきたいと思っています。簡単に言うと頭も使うけどしっかり体も使う頭も体も使うサッカーというのを、今トレーニングの中で落とし込んでいるつもりではあります。はい、林チームどうですか。強い気持ちということです。強い気持ちって口癖なのでこれからいろんなところで使うと思いますけども主にどんな感じのことですか。いやそのまんまでいやこの GM 業を始めてですねもう毎日いろいろありましていや強い気持ちだわっていうのをずっとつぶやいてたら事務所の方々にも普及しましてもともとは某サッカージャーナリストさんの明治リクなんですけどもずっと僕は強い気持ちといてついに事務所のスタッフの方が GM はグレートマインドの略ですねとか言い出したりとかだからやってます。全然話がずれましたけど、コンセプトはもう本当に杉山監督の、言う通りで、基本的にはクラブのサッカー部門というのは、僕が、担当しますけれどもチーム、トップチームの責任者は杉山監督ですので、まあ、簡単に言ってしまえばピッチ外の、責任者は僕ですけれどもピッチの中のことは例えば誰を使う、どういう戦術を取る、どういう交代をするみたいなことはもうもちろん全部杉山監督ですので、まあ、ただここを切り離すんじゃなくてピッチ外のことにも杉山監督に力を貸していただいてピッチ内でも僕も杉山監督の補助アシスタントをやるつもりですので、まあ、
うまく、なんかうまくいくのみたいなのは聞かれたりはするんですけど、うまくいってますよね。はい、よかったです。 GM 隣にいてやりにくいですとか言われなくてよかったです。大丈夫です。あの林真一とはそこのところの話は十分にできてますし、こういう人柄なので、あのいろんなこと話ができます。あの GM がなかなか現場のコーチとして入るっていうのは前例がないと思います。ただ私は我々はね、こう新しいことにトライしていくということなので、林真一と杉山浩一でないとひょっとしたらできないかもしれないというようなことを、あのしっかりと2人でやっていきたいとは思ってます。これがうまくいけば、GM がいつもピッチ上で、何が行われているかっていうのを見れるっていうのはすごくプラスな部分が大きいと思ってます。なのでそんな、チーム、そんなスタッフの関係にしていきたいなと思ってます。はい、ありがとうございます。ちょっとあれですね、時間も余ってるんで、もしよかったらメディアの方とかご質問あれば。でも何でもいいです。杉山監督に質問でお願いします。挙手制で、あのご質問いただければと思います。何かご質問いただければ。皆さんも、はい、そうですね、一般の皆さんも、はい、ご参加の皆さんも結構ですので。難しいのやめてくださいね。はい、はい、読売新聞の細田と申します。お願いします。先日の初練習を取材させていただいたときに、先日に関してはこれから選手の特徴を見極めて、自分のやりたいサッカーではなくて選手に合わせていきたいって話をされてたと思うんですけども、まあ、2週間ぐらい経ってだいぶ戦術っていうのが固まってきたんでしょうか。はい、選手の特徴がだいぶ見えてきました。僕はあの時に話したことは変わらないです。今少しずつ全員を把握しながら、やっていきます。ただ僕らがやりたいサッカーだとか、ということもありますけれども、やっぱり新しいことにトライしながらも、勝っていきたいと思ってますので、勝てるような方法を取りたいと思ってます。そういう意味ではこれからトレーニングマッチが、まだ何試合か、ありますので、その中でもっともっと深く掘り下げていければ、いいなと思ってます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。もう一つほど何かございましたら。はい、リーダーの山津と申します。よろしくお願いします。杉山監督から新加入選手、まあ皆さん知らない選手も多いと思うんですけど、こいつはちょっとピッチ外で面白いとみたいな印象を与えた選手がいたら、ちょっとご紹介願えればと思います。期待に添える答えではないんですけれども、全員ピッチ外もピッチ内もすごく楽しみです。あの僕自身ワクワクしてます。あのピッチ外のところでどういうキャラクターがあるか、ピッチ内でどういう特徴があるかっていうのは、本当に皆さんがこれから見ていただく中で、あのたくさん見つけてもらって、そんな話を、ファンサポーターの方々、いろんな方々とそんな話をしてもらえれば、いろんなことが広がっていくのじゃないかなと思ってます。ピッチ外はあのただでさえ GM がしっちゃかめっちゃかやってるので大丈夫です。ありがとうございました。以上でトークセッションの方を終わりとさせていただきます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。お待たせいたしました。続きまして2019シーズン7クラブ新ユニフォームを発表いたします。それではこれより発表させていただきます。奈良クラブ2019シーズン新ユニフォームを着用しております選手とともにご紹介いたします。フィールドプレイヤーホームユニフォーム着用、10番ミッドフィルダー向井真一。フィールドプレイヤーアウェイユニフォーム着用、19番フォワード藤井貴之。
ゴールキーパーホームユニフォーム着用、31番ゴールキーパー藤吉海二郎。ゴールキーパーアウェイユニフォーム着用、21番ゴールキーパー上田智樹。それでは私の方から今シーズンのユニフォームのご紹介をさせていただきます。毎年日本の伝統文様をデザインソースにしてきました奈良クラブのユニフォームですが、今シーズンは江戸時代から西の大和がすりと称えられてきた奈良に伝わる織物の技法をモチーフに染め分けた縦糸と横糸が織りなすかすり文様のように、奈良クラブの新しい象徴である N のロゴをモダンにパターン化、右上へと上昇していくデザインは J リーグ昇格への強い決意を表しております。またユニフォームの中央にあります奈良クラブのエンブレムも特徴の一つとなっております。引き続き今シーズンのユニフォームパートナーをご紹介いたします。正面胸の位置には DMG 森正規株式会社様、鎖骨の位置には株式会社中川正七商店様のロゴを載せていただいております。選手の皆さんは背中を向いていただいてよろしかったでしょうか。背中背面上部には株式会社丸産業様、背中背面下部には株式会社南都銀行様のロゴを載せさせていただいております。選手の皆さん右を向いていただいてよろしかったでしょうか。左袖には株式会社 MJE 様のロゴを載せさせていただいております。続きまして左を向いていただいてよろしかったでしょうか。右腕にはホームタウンとして活動いたしまする奈良のロゴと、今シーズン戦う所属リーグ JFL のロゴを載せさせていただいております。以上が今シーズンのユニフォームパートナーとなります。それではこのままフォトセッションへと移らせていただきます。選手の皆さん正面を向いていただいて一堂にお集まりください。ちょっと位置の場所を紹介させていただきます。向井選手中央にお願いいたします。何かポーズ等ございましたらご指示いただければと思います。ガッツポーズお願いいたします。選手の皆さんガッツポーズ、右腕でガッツポーズお願いいたします。お写真大丈夫でしょうか。でももう一枚、中央で前で腕を組んでいただいて、はい。皆様お写真よろしかったでしょうか。よろしかったでしょうか。それでは続きましてトークセッションへと移らせていただきます。少し準備の方にお時間取らせていただきます。今しばらくお待ちくださいませ。選手の皆さんは、ご準備いたします。後方に椅子をご準備いたしますので、そちらにご着席ください。
藤森選手、上田選手、ちょっと場所の位置を報告していただいてよろしいですか。すいません。それではトークセッションへ移らせていただきます。登壇いたしますのは株式会社奈良クラブ代表取締役社長中川正七。クリエイティブディレクター羽場義孝。アートディレクター山野秀幸。以上の3名になります。ここからは登壇しております3名に進行を移らせていただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日すいません、想定以上のご来場いただいて立ち見になってしまって本当申し訳ございません。もうちょっとなんで見てってください。改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。いかがでしたか。もう奈良クラブといえばユニフォーム発表って言われるぐらいあれなんですけど、皆さんの印象はいかがでしょうか。かっこいい。ありがとうございます。ありがとうございます。僕らも本当2日前に見て、若干襟の色もね、本当はもうちょっとエンジのはずなんですけれど、もうちょっと修正します、そこは。ちょっとあの、それがスクワットだったんで、大急ぎです。まあでも、そうなんです。全体としては。はい、まあ、でも、良い出来になったと思いますし、なんかサポーターの方々、いつになったら鹿が出てくるんだと思ってたと思いますけど、決して忘れてませんし、一番大事な一番真ん中にエンブレムをこう作る、つけるという、そういうこだわりも、達成できたので、はい、とても満足しております。で今回新体制、会社としての新体制になって、12月に東京でNパークデーという形で、その時にもお話しさせてもらったんですけど、まあ、奈良できちっとこうやって説明させていただくのが、まあ、初めてになるんで、まず今回 N のロゴ、このロゴですね、これがまあ象徴的に新しくできたわけなんですけど、その意図みたいなところをちょっと羽場さんの方からご説明いただけると。はい、まあ、今シーズンからですね、奈良クラブのクリエイティブディレクターをやらせていただきます羽場義孝と申します。よろしくお願いします。で、ありがとうございます。怪しいカタカナ職業は何だって思われると思うんですけれど、簡単に説明しますと、奈良クラブがこう何ですか、まあ、抱いているビジョン、サッカーを変える、人を変える、奈良を変える、そういったビジョンだったり、そのメッセージを世の中に向けてどういうふうにこう発表するのか、どんなふうに見てほしいのか、そういうコミュニケーション全体を、作るのが私の仕事です。そして、具体的にそれをこう細かなグラフィックデザインのその分野に落とし込んでいただくのが、今隣にいらっしゃる、アートディレクターの山野さんで、この2人で、まあ、綿密にお話をしながら、いろいろなものを、まあ、ユニフォームであったり、まあ、ロゴであったり、あと実は受付で気づかれた方もいるかもしれないんですけれど、スタッフの方のジャージも今年から変わりました。N のマークのこのジャージで、はい、表と裏でちょっと見え方が違うんですけれどこんなところですいません、モデルになっていただいてたまたま、はい、まあ、でも何ですかね、クラブが新しくなるにしたがって、やはりこういろいろなもののこう見え方を変えていく。でただ別にかっこいいデザインを実はしたいとはあまり思っていなくて、そのメッセージを伝えるためになるべくこう分かりやすく親切なそのコミュニケーションの方法っていうのをいろんな場所で探していきたいなと思って仕事はしております。で、話を戻すと、このロゴマークなんですけれども、実はすごくね、どうしようかとすごく考えたんです。エンブレムすごく素敵なもの、愛着皆さん持ってらっしゃるものあるので、それはやはり大事にしたい。だけどエンブレムって実は一番大事にするべきものなので、いろんなところにこうバン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 使うものではないんじゃないかというふうに思ったのが一つ。あともう一つは、やはりこう奈良クラブのビジョンとしては、もちろんサッカークラブとしてこう強くどんどん上に上っていくというところもある一方、まあ、クラブとしては何て言うんですかね、奈良の人たちにもっと楽しく幸せに、こう良き
日々を送ってもらうためにいろんなことができるんではなかろうか、まあ、よく中川社長は教育という言葉も使ったりするんですけど、まあ、そういったビジョンを広げていくときにエンブレムって実はちょっと情報量が多いんですよね。あのいろんなサッカークラブのエンブレム見ていただく、何年からやってますとか、まあ、今回のプライドオブナラとかで、だけど例えばなんだろうな、なんかメルセデスベンツって皆さんこうスペル急に書けって言われたら書けないかもしれないけど、あ丸にこういうマークだよねとか、あアウディだと丸4つと、トヨタはこうだよねとか、スバルは星だとか、ちょっとコミュニケーション下手な日産は未だに日産って書いてるじゃないですか。あれは実はあの現在のそのロゴの考え方から言うとちょっと情報量が多いと僕は思ってるんですね。あごめんなさい、日産の関係の方いたら本当に申し訳ないですけど、でもやっぱりあれがなくても言葉がなくても通じるような何かアイコンみたいなものを作った方がどん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 それが奈良の皆さんに浸透していくのではないか、そういう意味でこのまあエンブレムとは別のロゴマークというものを作る必要があるのではないのかなというふうに考えた次第です。そうなんですね、なんか伝える伝わるってものすごく難しいことで、クラブはもうなんか言ったらそれが伝わると思いがちなんですけど、そんなことはやっぱりなくて、でそれはいろんな形で、まあ、視覚的であったり他の形であったりもこう伝える努力をやっぱしなきゃいけない中で、まあ、このロゴがあった方がよりコミュニケーションが取りやすいんだろうなっていうことになりました。でちょっとさっきからこう新しいこと新しいことっていう話がなってるんですけど、新しいことをやりたいわけではないんです。で奈良クラブは、まあ、矢部次郎がまあ立ち上げて今までやってきて、そこの思想がずっとあるわけですよね。でそれはこれからも変わらないんだけど、それがただちゃんと世の中に伝わってるか、サポーターファンの皆さんに伝わってるかって言ったら、まあいろんな意味でなんかちゃんと伝わってないだろうな。だから今回ビジョンも新しくしましたけど、あの形としては新しくなったけど基本的には何も変わってない、より伝わりやすい形に整えたっていうような形かなと思ってます。整えた、さすが、うん、いいこと言います。そう、ありがとうございます。っていうのがこれなんですね。ちょっとじゃあ送ってもらって、でこれのまあ出元になったのがちょっといくつかのメディアでも紹介されてましたけど、はい、あ僕、はい、そろそろ喋ってくださいよ。山野さん、奈良出身なんです、はい、山野と申します。よろしくお願いします。僕は奈良出身で、まあ、市内の出身なんですけども、今は東京の方でそういうあの、まあ、印刷物だったりとか、こういうマークだったりとか、そういうのを作る仕事をやっています。それで、中川さんと阿波さんから連絡をいただいて、まあ、新しくその奈良クラブのための、マークを作るということで、まあ、自分が生まれ育った町でもあり、まあ、そういう、なんていうんですかね、この、まあ、選手の方たちがその基地の中で試合をするっていうのと同様に、あのファンの人たちが、まあ、どういったところでこうそれを感じるような、共有できるようなマークがあるのかって思って、それで、あのまあその、平城京っていうのが一つの、まあこう自分たちのピッチでもあって、そういう歴史的な背景もあるっていうところを少し、ヒントになればなと思っていろいろ調べてたんですね。そうするとこういった、左京と右京と、あと下京という、まあ、ここついてるっていう、まあ、そういう藤原氏がいたからのちょっと特殊な形、そうですね、はい、不思議な形があの出てきたっていうので、あまあなんかこういったちょっとあの、まあ、いわゆるマークっていうのは結構丸とか四角とか、あの収まりのいい形をベースに作ることが作られる場合が多いんですけど、まあ、その方が老舗も高くて、まあ、あの覚えてもらいやすいっていうのは、でもそういった中でこういったちょっとあの、まあ、いびつって言い方はあれですけども、あの特徴のある形っていうのをうまくマークに落とし込むことで、あの、まあ、普段奈良クラブが、活動しているフィールドっていうのをすごく広く捉えた、その平城京っていう、まあ、レストのような歴史のあるような場所っていう、そういうフォルムをちょっとあの作ってみたっていうのが、まあ、一番向こうの、そうですね、これが最初のデザイン案、はい、そうですね、まあ、いくつか出していただいた中の一つで、はい、そうですね、でまあ、これの先に何かありそうだなっていうのが小川さんも僕もピンときたところだったんですね。そうですね、さすがにちょっとこのままだとね、うん、うん、そうです、なんかちょっとなんかバランス悪いと弱いなっていうので、はい、どん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 進化していって最終的にはあの現在の形に落ち着いていく、そうですね、でまあもちろん N も重要なんですけど、この上がって下がってまた上がるみたいな、
そうなんですよね。だからクラブのビジョンがまさっきから何回も出てる、サッカーを変える、人を変える、ならを変える で変えていくためには勇気と学びが必要ですと言っている中で、このロゴにもやっぱりそこは込められていて、こう一回下がっても不屈のこう折れない心、勇気みたいなことを象徴したいと思っているのと、あと N のこっち側が上がまだ伸びる余地があるところが学びの余白というか、まあ、そういうのまだそう、まだ伸びしろがあるっていうようなことを、まあ、このエンブレムから感じていただければいいなと思ってこれになりました。そうですね、ですから一応この N をベースに、まあ、もちろんあの形は違うんですけど、ユニフォームもジャージも両方ともあのパターン化していて、 N がこうひたすらちょっとずつ上がって下がってでもまた上がり、3歩歩いて2歩下がる、ね、本当は下がりたくないですけれど上がり続けたいんですけれど、人生ままなりませんから、ね、スポーツってね残酷なものなので、どれだけ準備をしてもそういうこともあるかもしれないけど、諦めずにずっと上がっていく、その N を少しずつ続けていくと、少なくとも最初のとこよりは上のどこかにいられるっていうようなことをちょっと表そうと思って、 N をパターン化、いろいろなバージョンでしています。で、まあ、その N があった上でですね、まあ、ユニフォームのデザインっていうことになったんですけど、まあ、このエンブレムは先ほども幅さんからも説明いただいたように、まあ、大切なものなので残そうと。で、あの JFL も今年から鎖骨スポンサーが解禁になって、まあ、ここ両サイドに来るんで、じゃあ一番大切なものを一番真ん中に置こうということで今回のデザインになったというところですね。結構今までの奈良クラブの、ユニフォームデザインの、ね、真ん中っていう、ね、なかったでしょ。あんまり J でもないじゃないですかね。珍しいかなというふうに思いますね。そうなんです。実はこれはまだ鎖骨スポンサーをね、もう一個入るかもしれないんですけど、そうなんです。こっちあのサプライヤーのスクラドラって書いてるんですけど、ここまだ空いてますんで、もしよかったら、はい、だから本当はサイドにもずらせたんですけれど、ユニフォームを入れる、スポンサーを入れるためじゃなくて開けてますんで、これは真ん中にやるべきでしょうという、はい、あのお値段はぐらいですので、ぜひよろしくお願いします。はい、なんか心当たりがあれば皆さんぜひお願いいたします。でも本当にそうですね、あのこれはやはりあの水野学さんが作ってくれた奈良クラブのエンブレムは、あのもちろんその今あの N のマークがねホームページとかいろいろ、例えば SNS のアイコンなどにもこう見えていて、サポーターの方々おいおいあの忘れてくれるなって思ってると思うんですけど、あの一言だけ言いたいのは本当決して忘れていないし、でもそれをなるべく大事な本当勝負の場所であの使っていく、やっぱ宝物だと思います。まあ、そういう意味で言うなら今までのそういうデザインと新しいデザインをこう融合させてつなげていきながら、こう新しい奈良クラブの、まあ、サッカークラブとしてのコミュニケーションをやっていきたいという感じですね。選手も他のウェアは N、 この新しいロゴが入ってて、あの試合用のユニフォームだけこれが入ってる。そうですね、まあ、だからある意味勝負服みたいな形ですかね。はい、はい。で、まあ、その N が決まった中でユニフォームどうしましょうという話になっていくんですけど、まあ、あの奈良クラブのユニフォームはもう皆さんご存知のように割と特徴的でして、あの2009-2010の時はあの表にありましたセント君のマークがドカンと胸にあったりとか、で2011年からうちがちょっとお手伝いさせていただいて、まあ、奈良クラブっていう普通ガンバ大阪とかなんか要素がありそうなものに奈良クラブだって奈良しかないわけですよ、ね。奈良とクラブしかね。そう、クラブはもうほとんど何も意味あの色がないんで、だからもう奈良といえばということで、まあ、伝統的な日本の文様、正倉院文様みたいなところにっていうことで、まあ、2011から始まり、で12から今のエンブレムになって、でまあ毎年毎年いろんな思いを込めながら、地域決勝勝てなくて上がれなくて、次と思ったら次地域決勝にも出れなくてみたいな年もあり、そしたらもうこれはもう祈るしかないみたいなことで。大和宗旧吉祥門って言っておめでたい柄をひたすら詰め合わせる祈りが込めすぎてその年も地結に行けずみたいな、ちょっと怨念になっちゃったの。そうですね。でちょっと祈りが緩くなると地結勝てて上がれたみたいな、こう、まあ、ずっと系譜があるわけですよね。で、まあ、今回あの体制として、まあ、もちろん株式会社化とかいろんなことはあるものの、この系譜は基本的には変えずに継承していこうということで、まあ、山野さんに僕からお願いしたのは、まあ、日本の伝統的なその文様を生かすという考え方は踏襲していただきたいと、まあ、それだけはお願いして、あとは基本的には考えていただくっていう形でしたね。そうですね。その中川さんがまあ普段あのいろいろ伝統工芸とかそういうところでの、 あの仕事されてるということもあって、で奈良でその伝統工芸の
あのモチーフって何かないですかねみたいな話をしたときに、その大和がすりという、織物の柄ですよね。でそういうものがあるというのをお聞きして、でまたそれもいろいろちょっと調べてみてですね、まあ割とこう上品な、ランダムな、水玉っていうんですかね、なんかちょっとあのハスリ模様がする、はい、そうですよ。だから今回のこのちょっとモザイクっぽくそうですねってなってるのは、はい、要はかすりのかすれてるようなものを、まあ、表現してるっていう形ですよね。すね、はい、本物の山形かすりはこう濃い染色の糸と薄い染色の糸の縦糸横糸で組み合わせてやってるんですけど、さすが、ね、はい、にユニフォームは織り込めませんので、そうですね、まさにでやったらどうですかって言われてるそれは無理です、そのようなプリントで、はい、でもまあ昔のいわゆるその織物はあの人、まあ、昔の人たちが着てた、着物に使われてた柄っていうのを、まあ、今の考え方で解釈して、それで、まあ、織物っていうのも結局こういう縦糸横糸のデジタルの考え方でもあるので、それをあのドットに落とし替えて N っていうのを作ってみたっていうことですね。それであのシンプルに N っていうものももちろん作れるんですけど、まあ、そういうちょっとクラフトっぽいあの雰囲気っていうものも、うん、あの生かす方がいいのかなっていうことで、少しこうあの N の、ランダムさを、ちょっと有機的に作って、あとはあの N ってあのこう普通に作るとちょっとこうさっきの話じゃないけど少しこう下がって見えたりっていう、上がったり下がったりっていうところを、やっぱりユニフォームではもうちょっとこう上昇していく感じっていうのをこう、まあ、ストレートにあの見えるといいなっていうので、こうあの N の中にもあの上っていくようなラインをつけるか、はい、でまあ、それをこうあの重ねることでだんだん全体が上っていくっていうような、そんなようなあのイメージをして、まあ、話し合いになったんですか。はい、はい、ありがとうございます。でまだまだちょっと話したいことはいっぱいあるんですけども、時間なんで、はい、はい、今年奈良クラブはこの2019の新しい N のマークを埋め込んだ、ユニフォームで戦っていきますんで、皆様本当に応援のほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。皆様ご購入いただき、経験いただければと思います。準備をしてください。今しばらくお待ちくださいませ。私よりご挨拶を申し上げます。改めて本当に1時間という短い時間ではありますけど、これほど多くの方にお集まりいただきまして本当にありがとうございました。今後の奈良クラブのスケジュールなんですけども、3月2日開幕2週間前に訴訟ミーティングと、パートナー様のミーティングというのをやらせていただこうと思っています。訴訟ミーティングはあの今までにはあまりちゃんとやってない取り組みになるかと思います。そして3月17日が開幕戦、リアに見えても奈良県での試合になります。で第2戦は東京で、東京武蔵野シティ FC との戦いという形になります。で、今日まあユニフォーム発表できたんで、次開幕戦っていうところに向けて、一生懸命クラブとしても選手としても準備をしていきたいんですけども、開幕戦に5000人来ていただこうということで今一生懸命やってます。そしてプロジェクトそれを5という形に言ってまして、5000人来ていただこうと思っていろんなことが足りないっていうことがあの当然ながらあってですね、例えば駐車場の話とか、まあ、そういった具体的なことから
まあ、インフラ的なものも含め、あとゲームも含めて、まあ、せっかく林真由紀が来てるんで、まあ、よりゲームの面白さを知ってもらおうという形で、試合後のレビューをやったりとかっていうことも企画してたり、あとコンテンツの方はですね、スタジアムのグルメみたいなこととか、あとステージを作ったりとか、まあスタジアムグルメはカレーとラーメンとハンバーガーを強化するっていう結構すごいのを仕込んでるんで、これまた楽しみにしておいてください。あと、まあまた、試合2週間前、3週間前になると街頭に出ていろんなものを配りしたいと思うんですけど、今年は1年間使ってもらえるようなタブロイド版みたいなものを準備してたりとかですね、まあ、さまざま、準備しておるところです。で、今回、まあ、メディアの方もいらしていただいてるんですけど、これだけのサポーターの方来ていただいてるんで、なんか、サッカー界って、まあ、僕は個人的にそれ外でずっと見てたんですけど、不思議なことがやっぱりいっぱいあるなと思って、で例えば選手とフロントスタッフの関係性とか、なんかそこも割と切れてたりとかするんですね。でもそれはおかしなことじゃないですか、一つの会社の中で。だからここも一つになろうと。あとはパートナー企業さんとの関係性で、これもなんかもちろん支援いただいてるんで、そこに対してきちっと礼を尽くすっていうのは当たり前なんですけど、そこばっか見てても本当のお客さんって試合に来てくれる人だよね。でパートナーさんはもちろん相手でもあるけど、奈良クラブそのものでもあるんで、こちらも仲間じゃないかと。でお客さんももちろん応援に来てくださってるん でみんなもうパートナーも組織のメンバーもサポーターもみんなこれ同じ思いを持ってるはずじゃないですか。奈良クラブが強くなればいいと思うし、奈良クラブの活躍を通じて奈良が元気になればいいと、そういうのはみんな同じ思いだと思うんで、でもそれが従来のサッカーの考え方でいうと、ともすると対立してしまったりっていうことがあると思うんですけど、それ本当不毛だなと思うんですね。だからこれから、この1ヶ月半ずっと言っていこうと思うのは、奈良クラブ一味になってくださいということを言っていこうと思います。みんな一味だと思うんで、いかにそれをそれぞれの立場でより良くしていけるかっていうことをしっかりとやっていきたいと思いますんで、皆さんも皆さんの立場から奈良クラブをより良くするためにみたいなことを一緒に考えていただけたらと思いますし、まあ、それを一緒に企てる場としてソシオミーティングみたいなものを設定させていただきました。なのでこれからはもう今日ここに来ていただいている時点でも相当濃い一味の中核なんで、共に奈良クラブを強くして奈良を盛り上げるために頑張っていきましょう。よろしくお願いします。最後に今日せっかく来ていただいているんで、特典としてっていうことで、今日ここでユニフォーム注文いただいた方に選手のサイン のその背番号によってさせていただこうと思っているっていうのが一つと、あとちょっとまだメディア向けには出せない内緒の情報をこそっと後で漏らしたいなと思ってるんで、もしお時間ある方出ていただいたところのロビーみたいなところで、ちょっとあと林真由紀か幅さんかちょっと分かんないですけど、ちょっとチラ見せをするんで、写真厳禁でチラッと見てワクワクしていただけたらなと思いますので、はい、よろしくお願いします。本日はどうもありがとうございました。以上をもちまして奈良クラブ新チーム新ユニフォーム発表会を終わりとさせていただきます。満席となるほどの活動の皆様のご来場誠にありがとうございました。今シーズンでの J リーグ昇格を目指す奈良クラブに熱いご声援をよろしくお願いいたします。先ほどもご案内がございましたように、一般でご参加いただいている皆様は、会場外で、フロントスタッフがお待ちしておりますので、お集まりいただければと思います。よろしくお願いいたします。